もうわしゃ何も喋られへん。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。すばらしいです。どうしたどうしたどうした。アンパンマン、お腹が空いて力が出ないよ。コロナで飯が食えてんだよ。バンすんじゃねえよ。野菜は美味しいから食うんだよ。お腹が空いたということで、ちょっと気になるカップ麺を2種買ってきました。バンザーイ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 。返事中の子供。ギブミーチョコレート。これチョコレートあかんかった。じゃあ早速ね、その2種を、紹介したいと思います。はい。まず1種類目がですね、前にちょっと紹介した、ブルダック炒め麺が、あー聞きたくない。辛いやつで、ね、フライパンで焼いて、それのですね、なんとカップが出ました。それがこちらです。ブルダック炒め麺カルボ味。ない。いや、これはもう大するからやめろ。いや、ほんとにあのブルダックが、いやもういいって、カップになりました。いやもう無理無理。そして目を背けたくなるような言葉が一つ、こう、うん、ビッグカップってありますでも言うてもカルボですから、チーズとあの卵で。前もそんなこと言って辛かったやんか。前もなんかチーズやったよ。いろいろ矛盾してんのよね、うん、そのカルボの横に座ってるこの鶏かようわからんやつな。わからんやつもうここに怒りマークついて持てるし、激辛って書いてんもん。そしてもう一種類がですね、その以前の動画に関係あるんですけど、チョモララテがですね、うん、かつて食べた中で、うん、お店のラーメンとカップ麺の再現率が一番高い麺が、うん、ほう、まさか何々って言ってたんですけど、うん、それを見つけてきました。それがすげえ、こちらです。スガキヤカップ麺。んーだー。いや、これはね、マジで一緒店と、うん、あ、そう、そのスガキヤ自体が、うん、その名古屋のお店、うん、で、まあ、関西とかにはちらほらあるけど、うん、まあ、こっちはまず見えひんし、うんうんうん、このカップ麺もその高速とかで、うん、まあ、浜松ぐらい行ってからのサービスエリアとかにやっと起き出すみたいな。ああ、そうなん。何味なの？豚骨？魚介豚骨。で、俺そもそも魚介豚骨あんま好きじゃないねんけど、おうおう、でも小学校の低学年の時から食ってるから、おうおう、もうもはやもうそれはお袋の味ぐらいの感覚なんです。お袋の味。優しい魚介豚骨。ああ、そうなんだ。うん、この2種を食べていきたいと思います。 Are you ready? Are you ready?分けてもらったんですけど、そうね、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス。スガキヤさんがいい匂いするわ。魚介感じるね。うん、そもそも魚介豚骨は好きなの？全然大好き。ああ、そう、はい、じゃあ早速いただきましょうか。じゃあスガキヤからいこうかな。スガキヤ、はい。おう、あー、まんま。マジ？マジまんま。めっちゃうまい。強いて言うなら、うん、麺がちょっとあれかな。あー、ちょっと弱い。店の方がもうちょっとあの味がすげーしっかりしてる気がする。あー、やっぱあれかな、そのこのメンマとチャーシュー、うん、チャーシューとかもっとちゃんとしてるわ。だからスープはマジで一緒。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食です。じゃあ終わるか。ちょいちょい、お兄さん。最後のね、あの試練が残ってます。試練って言ってんもん。覚悟を決めましょう。今日何もないで、あのバニラ的なもの。ああ、なるほど、アイスがね。うわー、買っときゃよかった。いただきます。いただきます。あ、でも麺がすっごいもっちもち。うん、割とすぐ辛いね。この速さで、うん、この辛さ来るってことは食べ終わる頃やばいから。やばい、スピード勝負やん、こんなん。そうだね、もうかっこんだ方がいい。でもカルボ感あるね。うん、あー、久々にそのちょもちゃん見たわ。俺もう行っちゃいました。
完食です。いてあのごめんお来た。まあね、最初に食べたあのスガキ屋、これめちゃくちゃ美味しかった。全然店にも行ったことないし食べたこともなかったんですけど、ちょっとたまにはこれ買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいんで、出汁がすごく強くてね、あの結構ラーメン屋っぽい味、マジで、うん、美味しかった。すごいおすすめ。マジで何も喋ってない、こちらはブルダック炒め麺なんですけど、もうちょもちゃんもう席外しちゃいましたけど麺がとにかくうまい。麺がね、あのもちもちしてて、すごいお店っぽい。あの麺がスガキ屋さんの方はスープがかなりお店っぽいですけど、ブルダックはもう麺も味も結構カップ麺の域を超えてるなっていう感じがします。おいらもう大崎さん豆乳あるのどうでしょう。俺二度と食わんて心に誓ってたのにな。ちょっとチョコちゃんのこのスガキ屋の意見を、やっぱスープそのまんま、ほんまに。あ、そうなんだ。いや、ほんまに店舗行けないならもうこれで十分。あのラーメンもなんですけど、早くご飯がうまいのよ。チャーハンもある。チャーハンないんだ、珍しい。次あの今度クルチョコミーティングで西の方行くときはね、スガキ屋でみんなでミーティングしましょう。今日はですね、スガキ屋のカップ、そしてブルダック炒め麺のカルボ味、2つ食べてみました、今日もありがとうございました。二度と食わねえ。それではレディゴ。待って、ほら俺だけ。